大司教様、どうしてこのようなことを。魔女は、いえ、この子は大司教様のおっしゃるような、悪い人とは思えません。父の命を救ってくれました。そして冒険者も、気のいい、連中です。おう、ジェフよ、そなたは惑わされているのだ。魔女は奇跡のような技を見せ、人を利用する。今ならお前の行いを全て許そうではないか。ジェフ、正しき道に戻ってくるのだ。この女は真珠の力を奪い、世界を滅ぼそうとしている。世界中に選ばれし我ら、ユグドラシル教がこれを正さず、誰が正すというのか。しかし。私のことは何と言おうと構いません。だけど、どうしてみんなを巻き込むのか。どうしてマナがおかしくなるのか。答えてください。なんとしらじらしい。まあいい、身を捧げに伝え詐欺よさに免じ、わずかばかり答えてやろうではないか。数千年前、この世は世界中をめぐり、戦争が起こった。世界中とマナを手にしようと人は神々へ挑んだ。だが史実は少し違う。裏で魔女という存在が人を操っていたのだからな。魔女は世界中の力を我が物にしようと、人や神までをも騙し、マナを奪い、この世を豪華の炎で焼いた。そして貴様は、その魔女の魂から作られている。さらに今また世界中へ呪いの鎖を打ち、世界を滅ぼそうとしているのだからな。お前たちは知らぬだろう。真珠の力が日々弱まっていることに。だが我々はマジックアイテムにより、マナのコントロールを可能にした。壮大司教様はおっしゃった。我々がマナを操り、豪華の魔女を打つしかない、とな。マジックアイテムによりマナの循環を鈍らせることで、魔女はマナを奪い取ることができなくなる。そして原因を調べに王都にまでのこの子やってきた。違う、マナを無理やり狂わせるなんて。マナは世界中から広がり、やがて世界中に帰る。汚れたマナもまた世界中を返し、たくさんの生き物へ伝わっていく。正しき心を持って接せねば、悪意は伝染していってしまう。そんなことにならないよう、マナバーストは癖がなければならない。マナは正しくコントロールすれば、人を正しき未来へ導ける。これは一時的なものに過ぎん。魔女の呪いさえ解けば、その必要もなくなるのだからな。以上を踏まえ、この国は選ばれたのだ。マナバーストの地、そして魔女を裁く制裁の地として。おい、マナバーストって一体なんだ？世界樹関連の古文書に残されている、古い言葉だ。マナバーストが起こるとき、災いがもたらされるであろう、ってな。何があったとしても、人の命を犠牲にしていい理由にはならない。知っているぜ、ギルドを爆破したのはお前たちだってことをな。は、世界を正しい方向へ進めるために、多少の犠牲はつきもの。くく、何も滅ぼすのが目的ではない。世界中の力は奪われ続け、やがて枯れ果ててしまう。そんなことがあってはならんのだ。そう、マナバーストは世界中自らが望まれた御石。この団体は魔女への救済。そして欲にまみれたこの国へ、世界中の浄化を行うために。さあ、この事実を聞き、諸君はなお魔女を信じるのかね。魔女なんて今まで聞いたこともねえ。でっち上げにしか聞こえないぜ。二人とも、覚悟はいいか？ああ、俺たち冒険者の答えははっきりしている。ギルドを爆破し、王国軍をけしかけ落とし入れようとしたこと。罪はきっちり償ってもらう。そうだ、釣り橋や親方の剣もそうだ。多くの人が一生懸命作っていたものを壊すなんてあっちゃならねえ。それにな、冒険者ってやつは誰かの涙に弱いんだよ。ふん、一度魅了されたものは目も覚まさぬか。所詮、自分のことしか考えれぬ愚かな者たちよ。あの人たちは、こんなことしない。なんだと。今なら、今だからこそ、言える。あなたたちのマジックアイテムがマナを悪意あるものに変えている。
何を考え今の行動に至ったのかはわかりませんが、私は止めなければならない。そのマジックアイテムは一体誰が作り出したんです？そこまで明かすと思ったか。お前に明かされるのは死の扉のみ。これまで世界を焼いてきた地獄の豪華で、最後は自身をも滅ぼすがいい。さあ子供たちよ、魔女と冒険者 S という名の救済を。へ、これだから坊主の説法は長ったらしくていけねえぜ。俺たちは誇り高き冒険者、何者にも屈しない。お前たちの行いのためにここまで来たんだ。そう、明日、お前らがいい。これが冒険者の総意さ。ミュラー。ああ、本当にノコノコやられに来たとでも思ったかい。これはなんだ。ふふ、やけどしても知らないぜ。花火だと。祭りの参加希望者は数百人いてな。いきなり全員でお邪魔したら悪いだろ。合図があるまで待機してもらってるんだ。神聖な場所でなんて真似を。じゃあ、次か、次か。こっちに飛んでくるぞ。ありがとうございます。おめら、味方まで巻き込むやつがあるか。ジェフ、これから混戦になるだろう。お前はどうするんだ。僕は己の人生、自身で判断し行動するしかない。ジェフが決めるんだ、どう生きるかを。防衛魔法はすでに展開済みです。我らの拠点に何の防衛手段も施していないとでも思うたか。魔法にはあらかじめ設置しておける防衛魔法なるものが存在する。敵対する者へ攻撃力低下、防御力低下、速度低下などでバフが発動するのである。そしてマナの気まぐれも相まり、冒険者の能力は実際の半分以下にまで低下していた。ゴリウス、そして子供たちよ、王国軍が来るまでここを守りなさい。さすれば全てが収まる。私はそれまで地下で待つことにしよう。王手のままに。待て、大将。お前の相手は私だ、熟練者よ。事前の決着ここでつけようではないか。コルース。やはりこんなことになると思ってましたよ。これだから冒険ってやめれないんですよね、ジョッフ。花火の打ち上げはリブドラシル卿が犯人だという合図。そして、世界樹救出クエストの開始の合図。それとは別に、各チームが力を合わせる意味と大切さを改めて知る機会になりそうだ。よくわかりませんが、防衛魔法の解除を行う秘密の別動隊がいるとは誰も思わないです。奴らも無能ではあるまい。魔法を解かれぬよう、殺敵を行う術者も引き現れる。兄貴たちが注意をそらしてくれてますから、その間にトラップ解除してしまいましょう、ジェフ。実はもう現れてるんですけどね。用意がいいんですね、冒険者って。それとも有能な戦略家でもいるのかな。遠くから高みの見物をしようと思ったけど、ちょっと見過ごせませんね。気配もなく現れるとは、貴様何者だ。誰だっていいじゃない。どうせあなたたち死ぬんですし。またヤバい奴が現れたです。俺が対処する。お前たちは続きを。我が名はベイオールフ16代目リーダーローレンツ・ドナワー。誰かは知らぬが邪魔立てするのなら容赦はせんぞ。音速の槍使いと言われたダイヤプレート保持者です。謝るなら今のうちです。音速、なんだか名前負けしそうな異名ですね。いいですよ、でもあなたたちじゃ多分勝てないと思いますよ。
ふん、減らす口を叩くより、今心配でもしたらどうだ。やだ怖い、フィーネ負けちゃうかも。おお、花火が上がったか。ヌラーだったな、あの男の言った通りになったようだ。フロイデンタール様。ただいまより我がギルドは、冒険者ギルドへ支援体制に入る。建築物を破壊する者は何人たりとも許さない。ユグドラシル教団の真上で花火だと。ネルゾン隊長、追っていた冒険者どもが花火の上がった方向へ全速力で向かっていってます。止められません。何各施設に冒険者が向かっていたのは、領導だったと思われます。測られたか。全艦艇隊へ伝達。地球冒険者どもが向かいし場所を包囲するのだ。コケにしろって、ただでは済まさんぞ。冒険者がこんなにも大勢。どういうことだ。潜伏させた同士からもこんな情報は。俺たちの支部はな、冒険者にとって特別な場所なんだよ。冒険者ギルドは部外に情報が漏れないよう、シルバープレート以上になると徹底的に身辺調査が入る。また同プレート以下には、重要な内容を伏せられる形で情報が伝達されるのである。今回、ユグドラシル教団と繋がりありと判断された者へは、偽りの情報が流されたのであった。ギルドの建物を吹っ飛ばしやがって、みんな怒っているんだ。現在のマナ比率はユグドラシル教6、冒険者4、そして発動した設置防衛魔法のデバフ効果。それらが複雑に絡み合い、戦闘色が多い冒険者とユグドラシル教団の戦力は、しくも拮抗する形となった。冒険者たちが礼拝堂を占拠するには、周囲にかけられた防衛魔法の解除が急務であった。